ここにいろいろな種類のお客さんがいるとしてこれらの人を同じような種類似たような人のグループに分けたいと思うことはありませんかそれをこれからご説明しますそれを行うのがクラスタリングという手法ですこの図は前にお見せした図と同じで一つ一つの点は一人一人の顧客を表しています で例えばこの点は購入金額がこれだけ、えー、購入回数がこれだけの人を表していると思えば結構です。でこれらの複数の人がいるんですけどなんとなくここら辺の人とここら辺の人は似ていいいるるなととうのは目で見たらわかると思いますで。これを計算機が計算するわけですけどこの手法がクラスタリングです。 で、計算機はこれらの点の距離を測って似たような人たちをまとめてこの場合は2つのグループにクラスターと言いますけどクラスターに分けてそれらに名前を付けてクラスター AB とするとクラスタリングが完成ということになります。で今図でご説明しましたけどもコンピューターはどうやって計算するかっていうのをこれからご説明します。 クラスタリングには、えー、2種類の方法がありまして、えー、階層型クラスタリングと非階層型クラスタリングの、えー、大きく分けると2種類がありますのでそれぞれをご説明しますけど最初に階層型クラスタリングをご説明します。でここにお客さん ABCDEF6 人がいるとしますが、えー、先ほどもっといっぱいいましたけど今はこれから 動作をご説明しますのでわざと数を少なくしてあります。でこの階層型クラスタリングっていうのはここが空間でして例えばここが特徴量ここが特徴量ということになりますけどこの空間上で似てるということはこの特徴量の値も似てるということになります。というふうにして 似た特徴量の人たちを集めるということはこの空間上で似ている人を集めればよいことになりますで、階層型クラスタリングは下から似た人を集めていきます具体的にどうするかというとこの6人のうちパッと見て一番近そうな2人を見つけますこの場合 E と F が一番近そうですねで、これは今目で見てますけどコンピューターの場合実際にこの距離を計算していきます でこの E と F が近いとまず E と F をくっつけて1つにしてしまいます。そうすると今まで123456あった点が EF が1つにまとまりますので ABCDEF という5つになります。でこれを1つとして見たときにまた同じことをやります。そうすると A, B, C, D,、e F でこうやって一番近いのがどこか見ると今度は AB が近いですねそうすると今度 AB をまとめますとここを1つの点にしてしまって AB と CDEF という4つの点になります。ABCDEF ですでこれを今度ままた同じよううに距離を見ますそうすそると今度はここも遠いしここも遠いし。 こことこ,こを比べるとやや D が近いので EF と D をくっつけるということをします。というふうにやっていくんですがこういうことを繰り返すとこんなような木が出来上がっていきます。で今私がご説明したのをこの木でもう一度ご説明すると最初に E と F が近いというふうに考えたところがここでしてまず E と F を近いと見るんでここをくっつけます。 これを一つの点としていますで次に全体を見ると AB が近かったので AB を一つにしますそうすると AB と CDEF となったと。で今度これをまた全体に見ると EF と D が近いと思われるので D と EF をくっつけて一つにします。こんなふうにだんだん近いものからこう組み上げていくとこういう 木がが出来上がっていきますでこの高さはどれをくっつけたかという順番を表していますが最終的にはこのような木のような形になります。これを樹形図英語ではデンドログラムと言います。でさてこの木が出来上がるとここで例えばここに赤い線を引きます。そうすするるとととここここここの木をでここここで分離することができて AB というグループとここは全部入ってますので CDEF というグループに分けることができますでこれは木の上で切ったんですけどこの上で切るとここに線を書いたのと同じことになりますねでこの方法がちょっと面白いのはこの位置を調整して例えばちょっと下げてここに書いたとするとこことこことここで切れますね そうすると AB というグループと実際にはこの図上でいうとこういうことになるんですけど AB というグループそれから C というグループそれから DEF というグループこの3つのグループこの場合クラスターといいますけどえこういう3つのクラスターに分けることができますのでこの赤い線の 要は切る場所を上げたり下げたりすることによってより大雑把に分けたり細かく分けたりするということが自由にできます。これが階層型クラスタリングです。でもう一つ非階層型クラスタリングっていうのがありまして、えー、これは全く違う方法なんですけども、えー、ここにいっぱい点があったとこれ一人一人が全部一つ一つの丸が全部顧客だと思ってください。 でこれを五つのクラスターに分けようとしたときにどういうふうに計算していったかというとこれは最初に初期点をパッとランダムに置きますで今置かれた初期点がここと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 こだとしますそうするとそれぞれの点に最も近いように空間を分割しますつまりここら辺の点はここに一番近いここら辺の点は ここに一番近いというふうにして空間が分割されましたで次に一旦分割されたら例えばこの赤いとこ分割されたこの赤い顧客たちの重心を求めますそうするとここら辺になりますねここの重心ですのでそれがここですねここの重心が計算するとここら辺になるはずですのでここになりますねでこんなふうにそれぞれの分離された 場所、領域の重心に点を移動します重心に点を移動してまたそこでここに最も近いところにそれぞれの点を分割するというふうにしてこの空間を分割します。でまた重心を求めますと。でそこに最も近いように空間を分割するということをどんどん繰り返していくとこれは 十一回目を示しているんですけど、これずっと見ていただくと分かるように、最初はこう外れたところに点をランダムに置いて、このこう計算の繰り返しをずっとやっていくと、だんだんこの領域が安定して落ち着いていくのが分かると思います。最初はちょっとずれてますけど、だんだんこう安定していきますね。で、こここれ以上やってもだいたい同じような 形になってますので最終的にはここううういい領域に全体のお客さんがが分けられたということが分かります結局これはお客さんのデータをこういうふうに二次元平面に置いてランダムな場所からこういう計算を繰り返して安定し,てしたところでこれらを一つ一つのクラスターと見るとクラスタリングができたということになってそれぞれが似た 性質のお客さんということになりますこれが非階層型クラスタリングでここでご紹介したのは K-Means という非常によく用いられている方法ですはい今まで、えー、クラス分類とクラスタリングっていう二種類の、えー、手法をご紹介しましたがどちらもグループを作っていますよねクラス分類も何かこう グループに分類していたし、クラスタリングもグループに分類していました。どこが違うんでしょうか。ちょっと考えてみてください。実際、この2つは、えー、よく現場でも、えー、混同されることが多いです。しかし、えー、内容は全く違うので注意が必要です。ここでこれをご紹介すると、えー、理解が深まると思います。これが答えです。 上がクラス分類でもやってることが全然違いましてここにこうお客さんのデータがあったとします。でクラス分類でやったのは例えばここが商品を買ってくれそうな人これが買ってくれなさそうな人だとするとこの2つのグループをきれいに分離するということが目的になります。 つまりあらかじめ買ってくれそうなこういうのを精霊と言います買ってくれなさそうな人不霊と言いますこの2つを分けるように分類器を作るこれがクラス分類でしたで分類器を作ってしまえば新しい人が登場したときにその人が買ってくれそうかどうかを推定することができました。つまりクラス分類は あらかじめ自分によって自分にとって都合のいい悪いのような何らかのラベルが振られていてそれを分離して後で使う場合になりますそれに対してクラスタリングはそういう精霊不霊というものがありませんこのようにお客さんがこう空間に点在していたとすると似たような人をまとめてグループにします なのでここではここら辺が似ているここら辺が似ているということでしかしこの2つのクラスターにはあらかじめ商品を買ってくれたとか買ってくれなかったとかっていうラベルが振られているわけではありません。似たような行動をした人がまとまっただけですので要は似たような人をまとめているのがクラスタリングですここが全く違いますね。ですすから使う場面も全然違います ここら辺を分かって使っていただくと良いと思います。少し復習しようと思います。これまで AI の手法を2日ご紹介していきましたが、それらはこの顧客の様子を把握するという場面での手法でした。で、そこでの本質は何かということを考えてみようと思うんですが、私が思うにはそれはプロファイリングとターゲティングになります。 AI 手法ならではという点ではこのプロファイリングとターゲティングになると思います例えば男女の区別をしましたこれはクラス分類でできましたそれから例えば購買額を予測するような数値を予測する問題これは回帰によって行いましたこれらはいずれも対象となる相手の特性を推定していることになりますつまり相手が どのような人なのか今後どのような行動をとるのかこれらをできるだけ正確にプロファイリングしようとしているわけです。でこのプロファイリングが正確にできればできるほどターゲティングが正確ににできるようになりますつまり把握した特性をもとにそれに基づいた施策をそのターゲットに向けて行うことができます。ということで顧客の様子を把握して 正確にプロファイリングをして正確にターゲティングをしていくとこれがデータドリブンな AI ならではの本質になると私は思います。